の毛深いヒューマノイドどもはクローンの支援で母性を守れ、はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。コープキャッシーフやっていきましょう。まあ、本来であれば10月の11日から開催されていたと言っていいのかどうかも怪しいんですけれども、コミュニティクエストですね。やはりダメだったようですね。進行不能は皆さんにも起きていたようで、残念ですが中止ということになりまして、また日を改めて開催されるということになり申したということでね、今週は代わりにトリプル XP イベント、トリプル XP イベントに差し替えられております。ということでやっていきましょう。これあれなんじゃないの、 AI 相手だったら誘導ミサイル使えるんじゃないのかな。敵を確認しつつ、まあ、そんなことよりもあれですよ、台風やばいですよね。台風うちのあたりも今収録中でも風も雨もかなりひどいですね。そして時折ね、あの広報の注意喚起が流れていますので、まあ、ひょっとしたらねこの実況に音を拾ってしまうという可能性もありやなしやといった感じかもしれませんが、あんま誰も来ないねこれ。敵が味方向こうで激戦を繰り広げてるパターンのやつですか。そうなんですよ、皆さんもねちょっとあまり無理してね外出するようなことは控えていただいて、安全にね自分の身第一で、まあ、停電もしていないという状況であればぜひね私の動画なんかを見ながらゆっくりと安全に過ごしていただきたいところでございます。かなり、あ、これ俺のじゃないわ回収しようとしちゃった。どうしたよ CPU、 AI どこ行った。私の誘導ミサイルに恐れをなしたかい。バカめ、そうやって逃げていくのが、逃げ切れると思うなよ。当たったんかの。故障はしていません。いませんか。できれば開けたところからパシパシと打っていきたい。まあ、ここはあえてヒーロー使わずにね。ん？誰だ？おお、そんなとこから私を攻撃できると思ってるのか。嘘でしょ？ただこっちに向かってきてるやつ2発外れるって。ありえない。さすがありえない性能。行きましょう。守ってる感じですか。どんな感じ。そこにいるのか。ごめんごめん。まずいぞ、あのヴァンガードやめろ。ヴァンガードで突っ込んでくるのやめろ。どこだ、どこにやがる。遅れは取らん。当たらん、近すぎて。どこだ、ヒョウダ来てる来てる来てる。危ない、バカ。囲め囲め、一般兵士たちの意地を見せるんだ。あいつ巧みだな。オッケー。あーかーん、グズグズになっとる。ちょっと誘導ミサイルの可能性見ていきましょう。味方がヒーローを出してきてくれる流れであれば、
やばい、 B の中に誰もいなくなっちゃったか。すげえ敵いるけど、すげえ敵がいる。みんな戦闘を繰り広げてる感じかい。グリーバスやばいでしょ、それスタミナが持たんとき来てるでしょ。全然食らってる気配がない。これ AI 相手にも使えない。避けられるんだけど、嘘でしょ。AI 相手に使えない兵器とかある？距離が近いな。来てる。違う。安全なとこから撃ちたいな。効率の悪さよ。第2フェーズが完了した。セクターを確保、新しい指示を待て。効率の悪さ、君それはひどいんじゃないか。完全に通り過ぎるの待ってただろう。角待ちか。 AI やりますね。これ私屋根の上に乗って、屋根の上から誘導ミサイルを撃っていくという作戦、いかがでしょうか。いたな。これ屋根の中でもあれかな、入るのかな。目標実行ってなってるね。くらえ。戦略コントロール回路起動。ほほう、私と勝負するかね。インフィルトレーター。え、バックしてるだけで当たってなくない。嘘だよね。そう、君だよ君。ほい。え、当たらんのだが。あいつはそもそも俺に、俺をターゲットにすらしてなくないか。待て。なぜ私は俺をターゲットにすらしてないやつにやられなければならん。ちょいちょいキルしてるのは多分砲台の方だよね、俺じゃなくて。なんといるのか、中爆か。やめろ。あいつどんだけ的確に投げてきてやがる。きついな。俺もそんな感じやりたかったんだよ。ちょっと俺もそんな感じ出させて。あそこに中爆がいるよね。うわ、くらえ。かわされますけど。くらえ。嘘でしょ。当たってない。せめてさ、横歩きくらい取れる兵器であれよ。横歩きも取れない兵器って何よ。おかしいな。
この世には AI にすら通用しない兵器があると。この悲しみを。こんな悲しいことあります？なんか中にまだいる？いないか。じゃあ AI にも当たら、何に怯えてる？何がいる？どこだ？ねえ、走って蛇行してる相手にも当たらないってどういうこと？戦略コントロール回路。そんな悲しみ背負っちゃダメだ。痛い。嘘でしょ。ちょっと悲しいな、ね、コミュニティクエストの延期も悲しいですけど、なんか見てはいけない闇の深淵を覗いてしまったかのような悲しみがあります。何、うお、めっちゃ入ってきてる。ちょっとこれダメだな。人が一人減ってしまってるよね。人が一人減ってしまってるという状態でふざけてると、負けちゃいそうなんで。ちょっとさすがに。ここまあ4人いればね、ものすごく楽勝のステージなんで、若干ね、おふざけモードやってましたけれども、まあ、人が一人少なくなってしまったら、ガチで潰しに行きましょう。なんかヨーダの声聞こえたぞ。足元に気をつけな。まずは小手し。そんなに本気出すこともなかったね。別にボスクで何もしてない。え、マジか。いや、さすがにさ、 AI 相手に打ったらなんかパシパシキルが取れてっていうね、私のこう青写真というか、そういう絵面が取れるんじゃないかっていうね展開だったんですけれども、まさかのね、まさかの、AI にすら当たらない。またね、回避行動を取ってる相手にすら攻撃当たらないというね、やばい兵器でした。というわけでね、まあ、イベントね、コミュニティクエストの方が延期になってしまったことは残念ですけれども、またね、ちゃんとしたこう、みんながね、楽しめる、まあ、カウントされないとか、そういう悲しいことにならないように、きちんと調整をしていただいて、改めてね、イベント、再配信していただき、やっていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。ではまた次回。皆さん、台風には十分、お気をつけください。ご視聴、ありがとうございました。また見てねー。